はじめまして、いちご谷小鳥です。好きなことは音楽を聴きながら川沿いに座ったり散歩したり、電車に揺られながら人を眺めることです。最近はドロステの果てで僕らという映画がどうしても見たくて、日比谷の映画館まで一人で行ってきました。ギターとライブと文章がを書いてるときは何もかも忘れられて、文字は怒りの感情とか全部吸い取ってくれるので好きです。私は死ぬときに幸せだと思える人生よりも今を大切に幸せに生きたいと思っています。ミス ID になれたら人脈と友達が絶対に欲しいです。将来は演技もやりたいし、本も絶対に出したいし、歌詞も書きたいし、テレビにも出たいし、写真集も出したいです。あと自分の体が嫌いなので、いつかグラビアもやりたいと思ってます。自分に自信が持てるようになったら好きな女の子のツイッターをフォローしたいと思ってます。よろしくお願いします。